ク保さん、おはようございます。昨日ちょっとはですね、運動したんですけど、筋肉痛っすね。もうバキバキでやばいっすね。まあ、今回筋肉痛にしましょう。筋肉痛。なんで筋肉痛ってなるんでしょうかね。筋肉痛いみたいなね。うん。まあ、これって、まあ、なぜね、人が熱を出すのかとか、 なんか、その理由があるわけじゃないですか。熱を出すって、その体を温めてバイキンをこう、殺すみたいなね。なんかそれにはなんか理由があるんですよね。咳、咳をする理由もね、それをだ、なんかね、あれを出したいみたいな。ね、鼻毛もなんで鼻毛があるのかっていう、なんか入ってこないようにしたいみたいなね。なんかいろいろな理由があるわけですよね。うん。 筋肉痛もまあ筋肉を守るため守るためというか次またそれに耐えられるように筋肉がまたこうつくためついてそのあれに耐えるためみたいなね話だと思うんですけどあのみんなそのお金な何かのその問題ですよねお金うーん。 まあ僕たち、億万長者合宿とかお金の問題についてはまあ結構ずっと話してるんだけど、あの、お金の問題に直面した時に、ほとんどの人は耐えられないんですよね。これなんで耐えられないかっていうと、お金を稼ぐ筋トレしてないからですよね。自分で稼ぐっていう筋トレしてないから、お金通になったことないんですよ。給料、まあ、とりあえず会社に行っとけば給料もらえるっていうね。うん、全然その、まあ確かに、 会社の仕事は辛いんだけど、お金に対しての真剣に考えたことが実はあんまりないっていう。なんで、なんでいいかっていうと、やっぱりその給料入ってくるんですよ。月末。ね。だから本当にその、なんだろうな。まあ僕は思ったんですけど、まあ独立して思ったのが、いや本当にやっぱね、 まあ昔はやっぱ給料は一応入ってたんだけど、まあでもな、昔ちょ、昔もちょっとあれなんで <laughs>、ちょっと違うので、まあ一概には言えないですけど、まあ僕はもう社長になってた時はもう、ね、逆にまあ僕の場合は独立して逆に従業員の給料払わなくてよくなったので楽になったんですけど、僕はちょっと違うな。なんだろうな。自分でまあその稼ぐっていうことは、 まあ、日々お金のこと考えないといけないし、売り上げのこと考えないといけないし、どうやったら集客できるんだろうとか、どうやったら、ああ、売れるかなっていうのを、まあ、何やろうかなっていうのを常に考えて実践しないとダメだし、それを実践しても、売れない時もあるし、じゃあ売れなかったらどうするのっていう、その、え、リカバリーも必要だし、うん。だから何だろうな。ずっとやってるんですよ。 でもやっぱね、サラリーマンの人はあ、お金をね、稼いでないんですよね。給料をもらってるので、そのお金を稼ぐっていう、その、まあ、筋肉痛みたいなことをしてないんで、まあ、その、それを直、そこに直面になった時に、まあ、なかなかできないですよね。まあ、それに耐えられる筋力がそもそもないよっていう。うん、そう。まあ、筋力っていうね。 金力って金にかえ、大久保さん、金力にしましょうか。金の、き金力ってこれ、金力、金力、金力、あ,あこれ、金の力にしましょう筋金力ね。<laughs> 金力。はい。じゃあ、今回、金力にしようかな。いってらっしゃい。